さあ、タコの時間がやってまいりました。本日360回目の今日の動画はですね、フード。もちろん意味は食べ物で良いかと思います。問題は何名詞ですか？わかりますか？一つ二つと数えられない不可算名詞でしたね。ですから食べ物ということで、具体的に一つ一つご飯とか味噌汁とか具体的に一つ一つのものを指しているわけではないんですね。食べ物全般、抽象的な概念を指しておりますので、一つ一つは数えられないと。つまり不可算名詞というところですね。ですから加算不可算、違いがパート5で問われる、そんな可能性も一応ありますので押さえていただけるといいかと思います。そして不可算名詞につながる多い少ないもですね、合わせて確認をしておきます。皆さんおそらくですね、これは聞いたことはあるんじゃないかなという感じがいたします。皆さん、メニーですよね。皆さん、メニーたくさんの、これをつなげる語句は数えることができる名詞、加算名詞でございました。これが皆さん少ない場合は few ですね。じゃあ、フードのような不可算名詞につなげる多い少ないの語句は、多ければマッチ、少なければリトルということでしたね。ですのでもう一度言いますが、パート5でこの違い聞かれる可能性は十分ございますので、フード不可算名詞と合わせて押さえておきましょう。で、ちなみにフード不可算名詞ですが、こちら公式問題集グレーの2のテスト1のパート5回答冊42ページにも掲載されておりますので参考になさってください。そして我々ですね、皆様のトイックのスコアアップ、こちらにつながるようにですね、動画を毎日配信しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。